どうも、ハピネスダークのハピネスです。ウォーフレーム、そろそろで攻略中キャンプで、いきなり皆さん、最強習慣やっていきたいと思います。おー、はい、それではね、メサ縛り1週間目の2日目の、あれですね、1週間縛りの2日目やっていきたいと思います。今回来ているのはこちら、フォーニット軍隊を打破せよ。潜入エネルギー減少、脱出電磁変異、救出強化された属性攻撃耐性。まあ、連日のね、このソーティーの流れから見たらそんなに難しい内容ではないのかなと思います。この動画ではね、メサの強さタルヤをね、証明していく動画になると思いますので、改めてね、言うまでもないって感じですけれども、やっていきたいと思います。完成品がこちらです！完成品がこちらです！メサでーす！よし、行きましょう。まあ、潜入なんでね、そんなに難しいことはないって感じです。まあ、エネルギー減少にも普通に対応できるビルド。まあ、昨日やってるんですけど、紹介している内容と別に特にビルド内容は何も変わらないんですけれども、まあ、ぶっちゃけ俺の使うメサはね、どんなミッションでも、いけますよっていうのを、1個のビルドで、その時々に変えなくても、1個のビルドで通用できるようにっていう感じで作ってあるので、もしね、そのビルド構成いちいちめんどくさいよとかね、なんか強いメサの構成ないかなって思ってる人はね、ぜひ、ソーティーミッションとかにも対抗できるので、耐久性の高いやつ。まあちょっと威力が欲しいっていう人には物足りないかなっていう感じがしますけれども、参考になることは間違いがないのでね、ぜひ、確認していただければと思います。最後に軽く、ビルド紹介動画も含みますし、もっとね、運用方法とかね、詳しい方法を知りたい方は、ビルド紹介動画が、動画説明欄やコメント欄に挿入されておりますので、そちらもね、参照してみてください。はい。まあコーパス勢のな、これはもう一回覚えちゃえばって感じだからね。あーやだい今日はもうメサを、よくやるやつよくあります、これは。まあ、なのでね、まあ、及第点かなって感じですけれども、まあ、ここまで来れちゃえば全然何の問題もないって感じ。そう、あれは俺結構そのソーティー動画収録中でもやらかしてるなって我ながら思う今みたいなね、そう、なんつうの、失敗ってへんみたいなね、そんな感じ。あー、そうか、ジャガのタイムだったか。オーケーオーケー、ジャガのタイムおいで。痛い。今日プライマリにはテトラを持ってきておりますね。テトラを持ってきて、セカンダリには、スペクトラバンダルですね。まあそこそこかなって感じ。うん、まあそんなに効く気はしてないんだけど、まあジャガのを潰しましょう。あいジャガノを呼んだからには潰すしかない。メサだったら潰せる、大丈夫。いでででででででいでででででで、火力が高いぜジャガノ先生。よし、いいぞ。はい、ただプライマリとセカンダリがね、そんなに威力のバカ高いものを持ってきてないから、その辺はちょっと考えて打たないといけない。よし、だいぶ減ったリグレッターズが強すぎます。ただ3番を放ちたいけど、放たしてくれなさそうだな。オッケー、これいい感じで食らってしまったら俺死んじゃうからね。いでででででで、ありがとう、イエス、ありがとう、イエスイエス。ジャガノ逃がさないぜ、俺はお前を逃がすと思ったか。いや、これですよ、やはりジャガノに遭遇しても倒せてしまうというね。で、俺勝手にコーパス勢だと思って、全部放射線属性になってるよ、これ武器が今気づいたやばいやばい。まあ一部パラセシスだけが感染ダメージなんで、まあ本当はガスとかね、爆発ダメージが有効なのでね、こいつらには。よし、次のポイント到着です。まあ後半戦になればそんなに敵も現れないと思うので、サクサクいっちゃいましょう。これどこだ。ああ、あれか、了解了解。いや、ボイドモードがマジで強いな、ゼヌリクの。こっから破壊できるんですよね、あのカメラ、さすがですよ本当に。よし、 OK、これはもうショートカットを使うしかないだろうって感じ。ここ真面目に行く意味がわからない。縛らない限りはね、縛りプレイをやらない限りは。よし、まあなんつうんだろう、グリニアタイルと違って動くカメラがいないから、コーパス勢にはそこは安心ですよね、本当にね。よし、ありがとう、いい美しい顔でしょ、皆さんちゃんと映しといてね、カメラさん。うわ、めっちゃいるわ、ここトキシックエンシェントは勘弁してくれ。危ねえ危ねえ、トキシックだけはちょっとトラウマだわ、あいつには会いたくない。トキシックの攻撃を受けた瞬間、メサ、いかにメサといえど溶けてしまう可能性もあなきにしもあらず。
ですよね。オッケー。うわー、似てる。さあ到着です。コンソールいじるやつですね。いやー、まあいじるって言ってもそんなにがっつりいじらなくてもいいんだけど。よし、オッケー。もういいや、外から破壊するぞおめえらを。オッケー。さあここも気をつけていかないと。大抵失敗してるから俺ここ最近。そう、調子乗った挙句に、あーっつって、あそこ空いてなかったっつって勘違いして、この間は失敗したんでね、それだけは気をつけたい。そんなお年頃。オッケー、終わりました。よし、いいですね。メサタルヤ、メサのおかげで全てクリア。オッケーです。ちょっと移動時間が長かったんで長めの潜入になりましたが、まあ難なく乗り越えましたね。まあレベル50の潜入ミッションぐらいは簡単に超えていきたいところ。やめたまえ君たち、オペレーターに逆らうと大変なことになりますよ。感染隊のようにね、数が群がっていても対応できるっていうのはやっぱり強みだね。エレベーター多かったな今回。合計で3台ぐらい乗ってるぞこれ。めんどくせえ。よし、終わりました。やめてくれ。オッケー、終わりました。じゃあ次のミッション行きましょう。やっぱいいですねメサはね、安定した強さを誇れるわ。先日リグレッターズプライムフォーマ100を刺しましたって動画を出したんでね、またこれ最大ランクになったら刺しますからねフォーマ。どんどん刺していきます。さあ行きましょう、脱出ミッションです。まあちょっと尺の長い戦いになると思うので、効率的かつ順調かつ大胆にやっていきたいですね。ただ今までとね、トリニティプライムとか、回復系のできるフレームガルーダとか、あれとは違って、その回復を行うことができないのでね、メサは。殲滅しかできないので、まあその点、どう解決していくかっていうのは、ちょっと、重要かな。どういう風に敵を倒していくか。で、きちんとね、カプセルも差し込んでいかないと、回復ができなくなってしまうので、そのカボールたちのね。てかここはジャガの呼ばない方がいいな。オッケー、おいで。5分隊か。オッケーオッケーオッケー、行きましょう。久々だね、でも脱出ミッションであれが来たのは、脱出が来たのは、あ、ソーティーミッションで脱出が来たのは、脱出ミッションで脱出が来たって日本語おかしいわ。どこ、めっちゃ低重力じゃないここ。あ、電磁変異か。そっか、電磁変異だから低重力なのか。なるほどね。おいでおいでおいで、早くおいでー。よし、大丈夫、ゴー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 。 A ポイントから近いね、脱出ポイント。それは幸せかもしんない。ロータス姉さん、ロータス姉さん、ジャガノは去ったかい。そろそろ俺こいつらをぶち殺したい気分になってきたんだが。ですよね、あんたがいろいろ喋るからジャガノフラグまで解かれるまで結構時間かかってたじゃないの。 OK、 よし、いけいけいけ、カボール、ゴー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 。後続は俺に任せろ、後続部隊は俺が倒す。オッケーオッケー、テトラがよく効いております。オッケー、今行くよ。テトラ難しいなこの銃、フォーマ3つ目かなこの銃は。非常に育成も大変な武器ですけれども、やばい、死にかけてござる。あの人、急いで急いで急いで、あとちょっとだから大丈夫そうですね、間に合いそう。え、なんか一人遅れてない、何やってんの、何やってんの君。そんな遅れてるやつがいるなんて俺聞いてないよ。オスプレイに当てにくいなこの銃。急いで、ダウンしたら許す、俺が助ける、ダウンを許そう。あーあああ、オッケー、さっさと立て、いけ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 、ゴーゴーゴー。よし、問題なさそうですね。よし、次のポイントへゴー。てかカプセルは必要、カプセルは大事だよ。オッケー、低重力が非常に戦いづらいですねこれ。なんか動きが、あー、なんか出ちゃった。最近多いな俺ヘルスリストアチャージの誤爆。オペレーター出そうと思ってもかなりやってるからなこの誤爆。オッケー、使う必要ないのに使っちゃってる感じ。スペクトラバンダル、ああ、オッケー、スペクトラバンダル強い、この銃強いわ。セカンダリ射撃の中でもかなり優秀な部類に俺は入ると思ってますね。パラセシスだって負けてねえ、負けてねえ、負けてねえ。ちょ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 、そこ、アギラがカボールを足止めしている、そこ許しませんよ。何あんなのカボール、体力なさすぎじゃねえ。ちょっとダメージでかいわ。え、なんかすごい音がしたけど、え、なんか変な声しなかった、あれマニックみたいな声が聞こえたけど。お前が回復したら行くわ、お前のヘルスを見たいんだからうろちょろ動くんじゃないよ。ちょっと我慢してて、そこで。よし、ちょっとメディタワーの回復をしてあげないと。
こいつらが持たない。オッケー、みんな大丈夫、みんな回復したね。ゴー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 、よし、2番で足止めですね。メサはせめて2番で足止めをすれば大丈夫そう。オーライオーライテナオッケー、よし、テトラ使っていくぜ。テトラテトラ、弾速が遅い分ね、結構当てづらいわ、オスプレイ系に。少なくとも俺は。よし、ちょっと待っててね。OK。よし、あと1箇所ぐらいかな。ハボール待ってろよ。今助けてやるからな。ただ俺はまずシンセシスターゲットをシンセシススキャンしてからなんだ。それをやってからじゃないとダメなんだ、俺は。俺はそうじゃないと先へ進めない。シマリスのせいで殺されるよ、俺が。いやー、あの野郎。終わった、これで完了。よし、行った、まだ行ってない、めんどくせえな。なんでこのステージに出てきたんだお前。よし、完了したぞ。カボール、カッポーカッポー、いけ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 、親切ターゲットも終わらせて、さらにはカボールたちも助けるこのメサ、最強フレームたるゆえんを今ここに。ハロウィンシーズンだからって元気になりすぎよ、みんな。これエイムしない方がいいな、テトラは。わ、みんなダウンしそう。順序よくダウンしてね。ダウンするなら後ろの人だけだな、ダウンしそうなのは。あとは大丈夫そうです。弾速遅そう、マジで。ダウンする、ギリギリダウン、大丈夫、よし、これ3分対目ね。よーし、いいぞ。ふー、え、これ2分対目、わー、マジめんどくさ。まだこんなにあんの、長いですねこのミッション本当に。やだー、やりたくない、やめて。よし、さあみんな次のポイントまで一気に行きたいよね。ガー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 、これさ常にヘルスを表示っていう風になんか設定したいね。じゃないとなんか標準合わせないとカボールのヘルスが見れないっていうのは結構不便だなってやっぱり思うわーい。なんてことしてくれてんだお前、眩しいぜになった状態でなんでそんな俺のことを。ああ、トキセックにやられた、ひでえ、あいつ嫌い。オッケー、嫌いなやつから距離を取りましょう。我慢はするな、我慢してもいいことは何にもないぞ。オッケー、我慢をしない、それが僕の人生です。オッケー、メサいいこと言う、僕はメサ、私はメサ、へえ、よしよし、いいぞいいぞ、殲滅力、圧倒的殲滅力。オッケー、テトラも優秀でございます、頑張っております。70レベルにも通用させております。70レベルだよね、出てくるのね、今さらだけど70レベルですよね。うん、スペクトラバンダル、オッケー、この辺に置いとこう。ただな、消える時あるからな、たまにカプセル落としすぎると。ああ、みんな死にそう、みんな死、お前ダウンするな絶対、大丈夫だ、なんかいてもこいつらに殺される。大丈夫大丈夫、やつらにやられる前に、あ、歩かなきゃやつらにやられる前に俺がやってやるから大丈夫だ。ゴー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 、ダウンゴーゴーゴー、天国へゴー、ノー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 、天のダウンして、3、はい、あー、大丈夫だ、大丈夫よ。オッケー、あと一歩でした、彼も。よし、オッケーです。天野のミッションの基準は報酬ですから、そうでしょう。さあ来い、 B ポイントは 100% 果汁ですよ、美味しい果汁がたくさん詰まった 100% のメディタワーへようこそ。俺はお前を倒すためにこの銃を持ってきたと言っても過言じゃなかったんです。ダメだ、ついていくんじゃないよ君。よしよしよし、いいよ、この調子この調子ですね、カッポーカッポーカッポー、この調子ですね、カポール。オッケー、これみんなチャンスだよ、今のうち、あいつら出遅れてっからな。ゴー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 、よーし、いいぞ、いい気分だ。オッケー、まさか俺 A ポイントに刺していこうと思ってんのに完全に無視してるから、これ刺していかないとまずいな。うん、やめてマゴッツ。オッケーオッケーオッケー、いいぞ、後続を殺しつつ一旦これカプセル持ってった方がいいな。やば、こいつトキシックはやばい、火力がそもそもやばい、こいつやばい、やられる俺が、あぶねえ。ふぅ、レッツゴー、たい焼きてんの、たい焼き食べるって言ってんの。オッケー、よーし、いいぞ、順調。さあ残りラスト、ラスト分隊を脱出させよう。やばい、20分ぐらいの案件ですねこれ。やっぱりこう脱出ミッションに関しては距離だからな、脱出ポイントまでの距離がどんだけ遠いか近いかっていうところでね、ミッションの
その絶対の時間っていうのが変動してくるからね。 OK、 よし、だいぶ優秀ですね。 C ポイントか、間違えた。 B、C どっちかブレてるよ、君のイメージブレてるよ。お前なんだ、お前なんなんだ。よし、いいぞ、触れるな、うちのカボールに触れることは許すまじ。 OK、 大丈夫そう。さあみんな、もうこれ最後の戦いだからね、後続に残しておく分はいらないので、どんどん行きましょう。ゴー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 、スペクトラバンドル。よし、いいよ、プシュンプシュン攻撃が強い、マジで。2番も放て、よし、いいぞ。次 A ポイントだよね、向かうのね。 A ポイントはメディタはそんなに必要ないんだけど、一応持っていこう、カプセルはね。やばい、スペクトラバンドル、よし来い、来た、よし、あばよ、やめてやめてよね。アビリティも温存しておく必要なし、ナッシング。みんなヘルス大丈夫か。大丈夫そうだね。誰だあれ、バカ野郎が一人います。死にたいのかお前。他の人は向かっててお前だけ隠れてていいなんて、そんなのありえないからな。何考えてんだお前、ロックが始末しておく。ほらお前のせいで足並み揃わなくなったじゃん。何やってんだあいつ。まったくチームワークですよ、こういうのは。チームワーク、協調性ないやつはね、排除するからな、俺が。容赦なく、感染体だと思いましたよ、つって。まあ、あいつはちょっとダウンしたら残念ってことで、後で助けます。この人がまずダウンするんでね。大丈夫、もう安全なのか多分ね。君はちょっと危険地帯があるけど。お、間に合った。チキショ、間に合うなら間に合うって自分で言ってくれ。俺間に合う、つって。あー、やばい。任せろ、任せろ。2番を焚いておこう、お前のために。こいつは間に合うね。危ねえ、暗転するとこだった。ここ暗転ポイントだよね、確かね。なんかそれで一回死んだ覚えがあるな、いつの時代だか。間に合った、オッケー。じゃあ帰りましょう。俺も帰るぜ。やばかった、非常に激しい戦いでした。大変な戦いだったが、やはり殲滅力の高いメサにとってみれば苦労する案件でもなかったって感じだぜ。ノーミスクリア、オッケー、いいよ、いい調子です。じゃあ最後に救出ミッションやって終わりにしましょう。さあ、救出、属性耐性、感染ダメージ付きです。気をつけましょう。感染ダメージはね、状態異常を受けてしまうとヘルスが半減するというね、最悪のデバフがかかるので、その点気をつけていきたいわ。さあメサ降臨です、行きましょう。ただ脱出ポイントっていうか救出ポイントのところにはおそらくワーデンもいらっしゃるので、それをどう対応するかだな。やばいやばいやばい、あぶね、ディスラップされる。あー、ちょっと待ってよ、お前どんだけの飛距離だ。よし、オッケー、オッケー、2番を焚いておけば問題ない。どけどけ、邪魔だ。オッケー、ちょっとアビリティはね、温存しておきたい感じがしますね。っていうかさ、今ディスラプターからワイヤー攻撃受けたけど、めちゃくちゃ火力高かったですね。ディスラップされる。あー、ちょっと待って、本当にやばい火力してましたね。もうちょっと先か。あ、ラッキー、ラッキーってんの。うわ、何これ。あー、びっくりした、バグかと思った。着きました、さあ行くぜ。ここはこっちか。これどこだ。まあいいや、なんかどっからでもいいや。なんかこっちから来ちゃったから、こっから行こう。よいしょ、あれ、これどこ。俺迷子になってるわ。あー、ここか。地形をようやく理解した、今なんかイメージと全然違うところが入ってきちゃったから、これどこだって思った。今迷子になっちゃった、めちゃくちゃやばいやばいやばいまあよかったよ、そんなに多い部屋じゃなくて。木星並みに部屋があったらね、ギミックと部屋があったらこんな調子でいけないからね。よし、じゃあ正面切っていきますか。それを望んでたんだろ、救出対象メサは。それができるんだな。ただちょっとバフはかけさせてね、っと。 OK、 さあパーリータイム。ありません。あ、まあいいだろ、じゃあお前も叩かせてやろう。俺の牢屋の中で何されるかと思ったわっていう、その感情を全て相手にぶつけていけ。それを復讐としよう。よし、全監視倒しました。まあ全監視って言ってもね、そんなに数自体がいないのでね。 OK、 感染隊さよなら。ありがとう感染隊、今日まで本当にありがとう。よし、感染ダメージなんか怖くねえ。この毒ガスオナラの感染ダメージはやばいけどね。そう、スリップダメージにさらにヘルス半減っていう効果がついてしまうので、それは本当にやばい。よし、急げ急げ、防衛対象。あれ、こっちなのか。お、なるほど。うわ、すげえいるな。くらえー、感染隊たち。
よーし、オッケー。ディスラプター硬いわ、やっぱアビリティ効かないから。よし、防衛大将、走れ走れ、コンパスチップを走れ、感染隊とともに防衛大将。オッケー大将、お前が、あんたが大将。オッケー、やりました、オロキンリアクター。よしよし、オッケー、いい報酬をもらったぜ。はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。メサに関してはね、昨日もやっているし、ベトビルド紹介動画があるので軽くになるんですが、まあ今回もね、耐久性メインで言っている感じですけど、今回のね、脱出ミッションとか、まあ要は感染隊に対して重要だったのはこのシューティングギャラリーってやつね。これ敵の武器を一時的に使用不能にしっていうのは、もう、感染隊にも行動不能の効果を与えてくれるので、まあこれのおかげで結構ね、防衛対象を守るみたいな内容が多かったんでね、それを網羅できたかなと思います。まあちょっとね、これがあんまりいい感じで働かないので、ちょっと難しいんですけれども、まあその分ピースメーカーにエネルギーを回してみたいな。で、敵は毒ダメージやってくるんで、霧の中に入ってると、ダメージがでかいので、直接のダメージも付与されるので、それは危ないんですけど、まあ毒ダメージを受けてエネルギーを回復。そのレイジとハンターアドレナリンがついてる分、そういう点ではかなりね、向こうの攻撃はメリットに働く場合もあるので、あえて毒に突っ込んでいくとかね、そういう運用方法もありますね。ということで、リクレッターズプライム最大ランクに今回なったので、101個目フォーマになりましょう。101個目フォーマ、よし、いつもここに刺していたんですけれども、はい、101個目ワンちゃんです。イエーイまあ今後もこんな調子でやっていきたいと思います。さあ、じゃあ2日目もクリアしたということで、明日も十分なメサの力を示していきたいと思います。お送りしたのはハビネスサークのハビネスでした。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録等もお待ちしております。またお会いしましょう。